はい、まずは外装からのご説明です。ですね、まあ一言にまず言います。状態かなりいいです。でフルノーマルになりますね。で、まあフロントはちょっとスルーしていいぐらいな、あのここに立ってもらって、Somebody broke in and cleaned out your crib. Boy, what you gonna do? Act a fool. Just bought a new pair and they scuffed your shoes. Tell me what you gonna do? Act a fool. Now them cops trying to throw you in them county blues. Boy, what you gonna do? Act a fool. Talk about gas, traps, cops and robbers. It's 911. Please call the doctor. Evacuate the building and trick the pigs. Since everybody want a piece, we gonna split your wig. See some fools slipped up and overstepped their boundaries. You about to catch a cold, stay the fuck around me. Your peeps talking about what kind of shit he on. You'll disappear like poof, bitch be gone. You think 12 gon' catch me? Give me a break. I'm supercharged with a hideaway license plate. It seems they wanna fingerprint me and give me some years. They'll only get one finger while I'm shifting gears. I got suede on my roof, wood grain on the dash, sheepskin on the rug, golden grain in the stash. Hydraulics all around, so I shake the ride. We go front, back, and side to side. One punk just tripped up and made you spill your drink. Tell me what you gon' do. Act a fool. Now your car just stopped on an empty tank. オートショップとペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成4年式カプチーノ、走行7万4000キロです。続きまして、内装のご説明です。内装、ノーマルになりますね。フルノーマルです。で、状態はですね、ハンドル多少に、多少ここのあたりとですね、スレがございます。大きなひびとか割れ、切れとかはないですね。で、シフトノブも多少すれております。で、ダッシュボードですね、これかなり状態いいです。よくある割れとかそういったのはないですね。で、センターのここですね、少し小さな、傷っていうか切れみたいなのがありますね。で、シートはですね、ここですね、ここに多少、切れがございますね。で、まあ糸の部分、この辺りが多少擦れてるぐらいで、大きな破れとかへたりはないです。座面も特に、問題ないですね。で、助手席シートをご覧の通りですね。こちらも触れるとこないですね。で、天張りですね、ちょっとたるみがございますね。はい、以上、内装のご説明でした。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。エンジンルームですね、変更箇所、このブローグバルブですね、がついてますね、車外にですね。はい、それ以外はノーマルですね。で、状態これかなりいいです。もうこのストラット部と、あとマスターバック下とか見てもですね、かなり状態いいですね。正直触れるとこがありませんので、ゆっくりちょっと画像を、スクロールしますね。これ左ライトのところですね。そしてラジエーターファンの方、ラジエーター裏の方ですね。で、右ライトの裏、後ろですね。これ吸気側ですね。で、駅マニの方を映してちょっと終わりましょうかね。はい、ご覧の通りかなり状態いいです。以上、エンジンルームのご説明でした。はい、最後に下回りのご説明です。
まず、ですね、足とかノーマルですね。で足回りですね、これかなり分厚く、綺麗に塗装されておりますね、ただちょっと艶感がすごいですね。かなり綺麗に見えます。で、大きくですね、腐食とか錆とかそういったものは、全くないですね。まあ、気になるこの足回り付け根とかこの辺りもご覧の通りです。でフロアは、天サビ、そういったのは、多少ございますね。でリア足回りもフロント同様、かなり綺麗にツヤツヤ塗装されておりますね。あ、すいません、ちょっとピントが合わないですね、はい。これは右の、トランクフロア横のとこですね。でこれが右足回りです。まあ、触れるとこないぐらい、状態いいですね。以上下回りのご説明でした。